はい、皆さんこんにちは。今回は兵庫県西宮市にある西宮市貝類館にやってきました。西宮市貝類館は1999年に開館した貝類専門の博物館です。建築家安藤忠雄氏の設計でヨットの方をイメージした外観を持ち、館内は海の中を思わせるようなブルーで統一されています。貝類博物館です。大きな貝がお出迎えです。いいか、もう綺麗な、めっちゃ綺麗。あったかいところ、貝もでかい。人でかい、貝やこれ。すごいね。これめっちゃ綺麗な貝やな。ピンク貝。ハイチ。お、ホラ貝、フィリピン。貝美しいよな。めっちゃ。160キロあるんだ。重た。観覧料は大人が200円、小中学生が100円で、なんと貝殻のプレゼント付きです。どれがいくちゃん、もう。あ、これ。かわいい。やった。これはレンゲか。これでラーメン。あ、これやかんやって。へぇ。もうグラングランやな、これ。これでお湯沸かして。誰か石入れた。なるほどな。貝と人の暮らし。うわ、綺麗、アワビ綺麗な。ホラ貝やな、ホラ貝。これすごいね、ジャンク貝。聖貝として崇められ、聖堂や銅で竜などが精巧に細工されている。あ、これすごいな、貝合わせ。貝合わせ、平安時代は貴族の遊びとして、江戸時代からは上流階級のお嫁入り道具として用いられた。お嫁入り道具やねん、これ。ホラ貝、日本のあれかと思ったら外国でも使われてんのかな。軽すぎるから水を吸って、こっちで吐き出すから。いらっしゃいって。カニが結構来るもんやね。貝いってるかい。貝を探してみましょう。あ、見つけた。貝は1人10個までや。やった。貝だらけちゃん、もしかしてこれ、うん、あ、これ綺麗。さっきの袋に入れ。ここに袋ある。あんにゃん。あ袋付きでした。あ、これも綺麗。ドリル、ドリル貝です。ドリル、これ探す。それ見つかってない。見つかってない。同じ色やからな、難しいちゃう。そうね。あ、これよ、これ。お、これよ。これと交換やな。10個いただいていきます。昔の日本人、貝めちゃくちゃ取ってた。貝とどんぐり。ああ。うん。琵琶湖の底から発見された。これ作り物じゃないねって、本物やった。すごい。西宮市に寄贈された。貝に見せられて一緒。貝研究家。お、銅像がある。メガネまでちゃんと。あ、鉄やメガネ。貝生黒田徳兵さん。貝。貝博士。貝の化身。日本の貝類学の礎を築いた黒田徳兵博士です。西宮市貝類館では博士の学術資料約10万点の標本を所蔵しています。あ、これ船マーメイド号って言うんだ。マーメイド号って言うんですね。中庭には海洋冒険家堀江謙一氏のマーメイド4世号が展示されています。世界一緒に使ったよって。
結構ゴージャス。あ、これかわいいな、これ。かわいい。すごいな、これ。ウサギもかっけ。はい。めっちゃかわいい。おお、すごい。貝オブジェがめっちゃあるやん。あ、太陽の塔。太陽の塔があります。あ、天使の翼がいやて。こんなんあんねや。ほんまかな、これ。あんねやろな。天使の翼のような貝です。これインド太平洋です。綺麗やな、こんな貝あんねんな。お、平べったい。平べったい。お皿みたいな貝です。年末の貝。煙突貝って、ほんま煙突になってます。黒ヘビ貝。これ貝に見えないですね。日本の貝。見ない。日本の貝はほぼ一緒か。見分けがつけへんよな、日本の貝。普通やん。骨のような貝ですね。骨がいい。あ、お前。骨みたいな貝やからやっぱ骨がいいなんですね。キタシの仲間ね。すごいね。貝のことすべてわかるで、これ。これは貝好きにはたまらないですね。これみんな全部食べてんやろな、昔は。で、食べれるやつ食べられへんやつ判断してたじゃん。お、オウムガイちゃんかよ。あ、オウムガイや、オウムガイ。美しいですね、やっぱり。ん？おー、でかっ。カメちゃん、でかいです。あ、オウミガメか、いっぱいね。本物？本物や。本物？うん。本物？剥製や、剥製。あ、これ何？あ、作ったやつか。かわいいな。かわいいな。これ、オウムガイ。これ、心臓。これ、わかんな。これ、心臓？心臓やろな。しんどいか、アンモナイトってこんな中ぐちゃぐちゃなんや。アンモナイトってすごいやつじゃん。すごいやつや、ドラえもんにも出てくるやつや。さて、いた。症状がめっちゃ痛い。危険やで。痛い。クジャクは、ここからプシューって息するんちゃう。ね、気をつけない。これ重たいな。ねえ、こうって聞こえる。あ、聞こえるで。ほら、聞こえる。なんで聞こえんやろ。聞こえますかね。うわ、トゲトゲ。鬼サザエ。ちょっと甲高い。かっこいいな、これ。お。これ見て、これなんかライン入ってる。ラインの、まあ、手作り芸術作品。みんな綺麗になるもんやね。これかっこいいよな、ね。この辺テカテカやな、なんか塗ってんのかな、宝石みたいな、めっちゃ綺麗。こんな芸術的なデザインになるもんですね。これとかなんか陶器みたい。こんなん陶器ですよね、陶器。宝貝。明るっ。大きくてもめっちゃ軽いやつとかありますね。軽量化を目指してんねやろな。これは重いし、ちっちゃくて、こっちの方が軽い。薄いのは泳ぎやすさを目指してんのかな。あ、これもライン入ってる。カタツムリウム。カタツムリや、これ。カタツムリウムです。あ、こんなちっちゃい、こんな可愛いカタツムリいてるんですね。
うわすごい、このクマちゃんすごいな。ぬいぐるみかと思ったら全部貝やんこれなあ。このクマちゃんすごいですね。中は小さめですけど十分楽しいですね。あ、全部貝やんこれ。はい、あ、すいません、申し訳ない、見たからツルツルやねん。はい、ちょっと大きそうな。どんなやつ？あ、はい、フィリピンセブ島の。あ、いいですね、ありがとうございます。なんでこれ坂本ですが、今が漫画のとコラボしたんですか？もう去年の西宮市が舞台の漫画坂本ですがの作者佐野波さんは2023年8月5日癌のため36歳の若さで亡くなられました。坂本ですがはアニメ化もされた人気作品で、漫画には西宮市内の風景が数多く登場します。西宮市貝類館は見て触って貝の不思議を体験できる博物館でした。いってらっしゃい。